ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェボクスター GTS、 こちらをご紹介させていただきます。小島さん的にはなんかこう名車になるんじゃないか、むしろもう名車って言って、いや、まあ、まだですか。まだ早いです。片足突っ込んだぐらいですか、ま、はい、そうですね、はい、結構でもこの981、はい、は結構こう人気もあって、はい、人気もあってですね、市場でもかなり今評価されてて、値段が全然下がらない、値段が下がらない、玉数が少ないのと、やっぱりそのなんていうんですかね、値段が全然下がってないっていうのがありますね。エンジンとかその辺が結構、うん、まあそうもありますし、あとはそのやっぱり趣味性考えに強いモデルになるので、そういうところも多分完備してると思います、ね、なるほど、はい、そして今回の車は割とオプションが豊富というか、そうですね、基本的にそんなにオプションの量は多くはないと思うんですけど、はい、まあ、ほぼほぼついてる、欲しいものがついてるんですね。というわけでそんな感じの車を今回ご紹介させていただきます。だから一応グレードからいきます。あ、そうですね、ボクスターがあって、ボクスター S があって、今回が GTS、 一番一応グレードとしては一番上のグレード。ポルシェグレードがありますけど、結構オプションでなんかこう違ってくるじゃないですか。そのモデルでこうオプション満載のもあれば、はいはい、こう上のモデルになったからといって全部こうオプションがついてくるわけじゃないんで、そうですね、そうですよね、はいはい、上のグレードでこう寂しい車もあれば、はいはい、こうベースグレードでオプション満載のもあるんで、はい、だから S でオプション満載のものを買った方がいいんじゃないかっていうのも一つの選択肢だと思いますね、はい、でまずボディカラーからいくと、もう一番スタンダードな、そうですね、はい、カラーのホワイトですね、はい、で GTS ってことで、ちょっとバンパーもこうスポーツデザインの、そうですね、ちょっとシュッとした感じの、はい、バンパーで、ここなんかインサート入れてもらえば違います。あ、標準のものと、はいはい、ちょっと顔つきだいぶ違いますよね。だいぶ違いますね、はい、そしてヘッドライトも僕ごめんなさい、ポルシェ、はい、ボクスターに関してはあんまりこうヘッドライトの種類分かってないんですけど、これはこんなもんですよ、こんなもんですよ。ポルシェ3段階ぐらいあるじゃないですか、はい、911シリーズだと、はいはい、いや2段階じゃないですかね、ボクスター2段階、はい、でこっち高い方の、そうです、ね、はい、ヘッドライトがついてると。そして早速横行っちゃいましょうか、はい、車高も GTS ってことで1センチぐらい、はいはい、スタンダードのモデルよりちょっと車高も下がってる感じ で、はい、でホイールはこちら標準の、標準なんですけどカラーでオプションになってる形になりますね。なるほど、うん、でこの普通のシルバーかこうちょっとマットグレーみたいな形の、はい、ちょっとツヤを引いた感じのホイールが、はい、ちょっとなんか911シリーズにもなんか通じるちょっとスタイリッシュな、うん、ね、はい、ボテとしてないかなりシュッとしたデザインですよね、はい、でサイズが235-3520、そしてリアが265-3520、はいはい、でこの辺とかは結構あれなんですか、オプションとかで同色とかもあるんですか。 ないと思います。あ、ボクスターだと設定ないんですか。設定なかったんじゃないですかね。911シリーズなんかだと結構ここボディ同色なんてあったりとか、はい、あとミラー自体の形もなんかこう、うん、違ったりしますね。スポーツデザインのミラーとかあります、ね、はい、オプションでの今回、まあ、電動格納ミラーはオプションにはなってますけど。なるほど、で今回の車はついてついてます、ルールですね、はい、電動になってます。結構やっぱりついてるとありがたいというか嬉しいというか。そうですね、やっぱり、うん、ポルシェだとついてる、まあ、どうでしょうね、結構でもついてない車も多いですよね。多いですよね、はいはい、で今回のはついてるんで、はい、まあ、非常に便利に使っていただけるんじゃないでしょうか、はい、そしてもうそのまま後ろ行っちゃいましょうか。う、ね、結構フェンダーがあれですね、やっぱり911シリーズに比べると、はい、こう割とまっすぐというか、まあ、前から後ろまでシュッとなってますね、はい、でこうストーンガードがやっぱりついてないんだなっていう、はい、ストーンガードってプロテクションがここに貼ってあるじゃないですか、ね、はい、どうしても911シリーズだとここはリアフェンダーがボコって出てるんで、ここにストーンガードが前からの飛び石がガードするものがついてますけど、はい、ボクスターだと割とこうまっすぐというか、そうですね、まっすぐですね、はい、そして後ろに行くとこの感じでちょっと ディフューザー形状になってるんですね、ここ。そうですね、はい、ずっと続いてる感じではないですけど、マフラーなんかの高さに合わせてまっ平らな感じで、でこれマフラー自体はスポエキになるんですか、はい、スポーツクロノのスポーツエキゾースト、はい、はい、が GTS はもうついてますね。あ、標準なんですね。はい、標準です。なるほど、はい、もしかしてじゃあこのロゴも黒いの標準でしたっけ、 GTS 確かそうだったと思うんですよね。そうですね、そこは確か黒だったと思います、ね、ですよね、 GTS だと、はい、ごめんなさい間違ってたらすいませんとにかくオプションが多いじゃないですかそうですね、はい、なのでちょっとその辺あやふやですけど、はい、こんな仕様になってます。でこれ出てくるウイングですよね。そうですね、はいはい、これがテールランプのこの造形に合わせてこのウイングが、はい、ちょっとこれもあんまり僕出てるとこ見たことないんですよ。じゃあ後でちょっとね、はい、出してみましょう。ちょっとどのぐらい出るのか見てみたいと思います、
まあ、でも今回も本当にスノードノーマルの車になりますので、はい、もう何もスペーサーとかローダウンすらしてない、してないです、はいはい、まっさらなノーマルの状態のお車になるそうです、はいはい、最近はやっぱりその何て言いましょうか、乗って楽しい車シリーズが続いているので、今回も多分乗って楽しいシリーズになると思います。あ、なるほど、ちょっと試乗を楽しみにして、はい、楽しみにしていただければ、はいはいはい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクがあるんですね、そもそも。あります、はいはい、ボクサーって意外に、はい、あの収納がびっくりですよね。あるんです、あるっていうか、ま、前と後ろとあるので、しかも結構容量あるじゃないですか。ありますね。だってもうボディサイズというか、なんかこう何ですか、サイズ感的には911と変わらないわけじゃないですか。だからエンジンがね、ドンって あるんじゃないかってイメージがあるんですけど、はい、後ろの座席がなくなってる分、はい、こんなに取れるんですね、はい、そうです、そうです。結構荷物が、はい、ちょっとゴルフバッグとかはきつそうですけど、はい、入れてみます。入れます。目安で入れてみますか。じゃあ、はい、ちょっと厳しそうですけど、はい、まあ、一応 目安として、はい、あ、まあ、やっぱりちょっとバッグは厳しいですね。厳しいですね。まあ、これぐらい大きい荷物というか、まあ、ハンドバッグぐらいな感じですよね。まあ、ボストンバッグぐらい、ボストン旅行のね、ちょっと一泊ぐらいのやつだったら全然いけると思います ね。でこの幅的にもあんまりないんで、ちょっとそのゴルフクラブとかもちょっと厳しいかなっていう気はしますね、はい、ただ割とメカニック的にはここら辺が、いやちょっとどうやって整備しようかなって感じですけど、はい、あの足回りのこのアッパーの部分ですよね、これ、はい、ちょっと取ってみていいですか。ちょっと取れます。いやもう足回り交換はもうめちゃめちゃ簡単そうだなっていう、なんかさすがポルシェって感じです。そして減衰調整のなんかショックつけても多分すぐ調整できるなみたいな、はい、もう全く普通の人にはもう関係のない、はい、そうですね、こんな感じ で一応ここにクーラントとオイルの、はいはい、注ぎ口だけはあるんですね。あとはでも基本的に下から整備って感じですよね。そうですね、ですよね、はい、でオイルがちょっとこう燃焼して不足になった時とかここから入れるとか、まあ、あと交換の時そう足したりとかっていうのが、はい、ただメカニック的にはちょっとその辺の整備は気使うなっていう気がします。あ、こうこぼしちゃったりしないように、もちろんその全部ガードしてなると思うんですけど、はい、こんなのってですね、なんか意外にこうまじまじ見る機会がないんで、そうです、ね、はい、ちょっと今回新鮮です。新鮮ですか、はい、あとちょっと収納でいくよ、前フロントも、はい、じゃあ続いてフランクも見てみたいと思います。フランクって言いますか。僕の周りは結構フランクって聞きますよ。ああ、はい、だから僕もフランクって言うようにしました、はい、ボンネット結構これ911より容量ありません。気のせいですか。いや同じぐらいじゃないですか。なんかこの辺の張り出しが少ない気がしないでもフェラーリなんかと同じぐらいじゃないですかね。ああなるほど。ちょっとこっち深さもあるんで、こうスーツケースとかも入りそうですよね、はいはい、高さがちょっと微妙って微妙ですけど、まあ、横向きとかにすれば割と大きなのも入りそうな気がします。でここもね、はい、あこっちフロントもですよね。だからこれフロントもこうですよね。これ外すとバッテリーが、ああなるほど、はい、ちょっとメンテナンスが、はい、やっぱりなんかすごくメンテナンスしやすそうな気がしま す、ね、全体的にブレーキフルードだったり、まあ、ショックだったりもそうだし、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、これスマートキー的なのはオプションでもない感じですか。いやオプションではありますけど今回はついてないです。ついてないです。そして内装、ま、内装またこれかっこいいじゃないですか、はい、そのいわゆる GTS コミュニケーションパッケージっていうパッケージになるんですけど、まあ、結構いいお値段のパッケージになりますね。あそうなんですね、はい、でその内容でこのカーボンのトリムとか、そうですね、赤いステッチとか、はい、赤いステッチ、あとはヘッドレストのところの GTS のマークですとかが丸々ついてくるんですね。はい、ついてくるんですね。なるほど。ていうか内装がもう普通に911じゃないですか。そうですか。はい、なんかもうダッシュボードの上半分を以外、はい、もうステアリングもシートも、はい、センターコンソールもなんか全部一緒だなっていう気はします。でも車自体がなんかその911と結構その部品を共通にしてるんですよね。そうですね、はい、してる部分ありますね。なるほど。でドアから行くとドアがまたこれおしゃれじゃないですか。ちゃんとこの上の部分のレザーなんですね、うん、レザーですね。でちゃんと赤いステッチが入って、はい、カーボンのトリムと、はい、この辺も丸々一緒な気がします。取っ手とかこの辺のスイッチ類も911シリーズと、はい、でさっき言ったあの電動のね自動の、はい、電動の格納もついてて、ついててでそこの辺のこうパネルは全部アルカンターラなんですね、はい、なるほど。スポーティーじゃないですか結構。いやいいですね、おしゃれですよ、はい、ちゃんと高級感もあるし。でスカーフプレートは GTS のロゴが入って、
でも僕たちの中古車市場って言い方変ですけど、そのコミュニケーションパッケージついてるついてないっていうところではかなり評価は全然変わってきます。あ、そうなんですね、はい、なるほど。でステアリングは全部アルカンターラで、はい、これまさにもう一緒っすよね、ステアリング。同じです、はい、でシートも座面と背もたれ中央というか真ん中がアルカンターラで、はいはい、両サイドがレザーでダッカーステッチで、はい、ちょっと統一性もあってかなりいい感じです、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。ちょっと内装を見やすいように早速開けたいと思います。よいしょ。あー、いいですね、最高です。開けたついでにこっち説明しちゃっていいですか。はい、お願いします。このロールバーも一応同色。あ、なるほど、このカバーが、はい、だボディカラー黒だと、まあ、黒だと結構、まあ、でも黒もザラザラだと思うんであれなんですけど、やっぱり白だとかなり映えると思いますね。なるほど。これ後ろから見た時に目立ちますね。いやいや目立ちます。絶対そのもし万が一塗ってない車を購入した人でも絶対塗った方がいいです、ここ。ああ、はい、なるほど。おしゃれですね、ここ。おしゃれです。ここおしゃれポイントですね。なるほど。はい、こんなのも今回の車はついてると。はい、そして内装的には本当に911と一緒っす。もうステアリングもそうだし、さっきカメラマン情報によるとドア張りなんかも品番も一緒だということです。でシートも一緒です。同じですね。はい。で調整的にはリクライニングが電動で、ハイトアジャストが手動。はい。はい、で前後も手動ですね。で前後も手動、はい、だ調整の範囲的には正直そんなにすごくこう細かく調整できる感じではないですけど、まあ、必要なものは全部ついてる感じです。あ、結構下がりますね。下がりますか。結構だからその低く座る土好みの高さでは、はい、僕めっちゃ低くしたいんですよ、はい、うん、いやかなり低いです。低いですね、はい、そしてもうホールドに関しては、うん、もうバッチリです。バッチリですね、はい、足元はどうですか。足元割とゆったりです。ゆったりです、はい、デブの僕が座っても全然ゆったりです。やっぱりアルカンいいですよね、滑んないんで、はい、そしてここのサイドサポートも硬すぎず柔らかすぎず、はい、張り出しも大きすぎず小さすぎず、はい、ちょうどいい感じです。そしてハンドルはもうまさしく911と同じ感じで、アルカンターラで一応このステッチが入ってるんですかね、はい、はい、センターマーキングも入ってて、でこの辺はもう本当にシンプルに何もない感じで、はい、でこのパドルとかも一緒じゃないかな、一緒っすよ、同じです。ですよね、はいはい、でメーターはかっこいいじゃないですか、はい、それもオプションの中に、はい、赤くなってる、はいはい、ただ3連なんですよね、911と違って、はい、そして足元に関してはペダルに関してはこの辺も一緒っすか、もしかして同じじゃないですか。なんかすごく違和感のない、はい、ちょっと全体的にちょっと こっちに寄ってますかね、こっち側に中央に寄ってる感じします。少しします、うん、はい、ちょっとアクセルがちょっとこっち寄りの気がします、うん、最近なんかいろんなの乗ってバグってんでよくわかんない。ヒューズボックスが結構あるんで、はい、こっち側なんで、ここの張り出し側ですよね。そうですね、張り出し側こんな感じです、はい、そしてダッシュボードに関してはダッシュはだいぶ違いますね。エアコンの吹き出しもそうだし、はい、このスポーツクロの、はいはい、この辺も違うし、ただ全体的にすごくまとまりが良くてかっこいいです。そしてこのセンターコンソールからナビからこの辺はなんかすごく似てるというか一緒ですよね、ほぼ同じです。で操作関係、あ、シートヒーターもついてるんじゃないですか。これオプションですね、はい、いいですね。でエアコンも使いやすいですよね、このポルシェのやつ。ノートエアコンになってるので、これもオプションです。あ、そうなんですね。オプションです。で、シフトもちゃんとアルカンターラで。そして、このアームレストというか、センターコンソールの続きは小物入れになってると。はい、で、僕、毎回思うんですけど、はい、これ、こっちボタンじゃないですか。はい、ここボタンじゃないですか。はい、ここを押させといて、こう開くっていう。なんか、こう開きそうじゃないですか、はいはい、イメージ的に、はい。はい。こんな感じで。で、容量はあんまりないです。ちょっと浅い感じで。で、一応、シガーソケットが、はい、ついてると。そしてシートの裏側に関しては、まあ、ミッドシップなんでほぼ何もない。何もないですね、はい、リクライニングするんだったらシート結構前に出さないとリクライニングできない感じです、はい、でもシート思いのほかちょっと倒れますよね。そうなんですよね、さっきちょっと下見で
動かしてみたら全然ちょっと足元窮屈じゃないぐらい前でも結構リクライニングしますよね。思いっきりやってみますか。そこまでちょっと足元きつくないですか。あ、でも足元割といけるか。いや、だここにあ、だ寝れますよね、これ普通に、はいはい、意外にこう工夫次第でリクライニングできる、はいはい、まあ、ドライバーはどうしてもペダルがある分こうちょっとあんまり極端に前出したり後ろ出したりってできないんですけど、助手席は割と結構そのベンツとかだとセンサーがあっていかないですよね。ああ、それ以上いかなかったりとか、うん、するんで、そういうのに比べると、なるほど、ある程度幅はあるんじゃないかなと調整できると、はい、思います。そしてピラー関係は全部プラスチックなんですね。はい、アルカンとかじゃないんですね。はい、まあ、オープンモデルですからね。そしてバイザーなんかもこんな感じで、はい、バイザーフェチには普通のバイザーですね。はい、そうですね、スタンダードなタイプでございます。はい、で今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーもついていると、はいはい、ついます、はい、でそちら側がドリンクホルダーですね、はい、2つありますで、グローブボックスの中に ETC ですかね。 ETC ですね、はい、ちょっと開けてみましょうか。あ、なるほど、はい、そっちの端っこに ETC がついていると、はい、ここもね、アルカンですよね。いいですね、はい、質感すごくいいですよ、だから、はい、そっか、そうだそうだ、忘れてました、シートベルトがかっこいい、はいはい、両サイドが赤で、なんかアウディでもこんなのありましたよね。そうですね、はい、ちょっとこれもオプションのセットの中のやつですね。あ、これもセットに含まれてるんですね、はい、なるほど。ちょっとこの真っ赤っかにするんじゃなくて、そうですね、はい、両端だけこの赤っていうのがいいですね、はい、しかも赤もこの発色いい赤じゃなくて、はいはい、ちょっとこの渋めの赤なんですね。ちょっとおしゃれなシートベルトになってます。あと一応これオプションじゃないと思いますけど、一応 BOSE も、あ、なるほど、で今回のお車はスピーカーが BOSE、はい、これがちょっと標準なのかオプションなのか、 GTS に関してはちょっとあれですね。まあでもいいのはついてるので、はい、そうですよね、はい、スタンダードだったらもうオプションです。現行じゃないとこう資料がないと、ね、当時オプションだったのかどうか分かんないっていう、はい、ポルシェ通の方にちょっと教えてもらうっていう、そうです、今回もそのスタンスでいきたいと思います。じゃあ続いて天道周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてルーフの開け閉めを鍵の方からもできるっていうことなんでやってみたいと思います。お願いします。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。痛いからね。心配されてましたコメントで。本当に、はい、ありがとうございます。だいぶ回復しました。スッチ初ボクスター、初なんですよ意外に。初ボクスターで GTS を乗れるってすごいですよ、はい、いや、いいっすよね。あれ、この方からあれなんですよね。ちょっとハンドルの後ろ下げていいですか。電動パーステなんですよね。電動パーステです、はい、その前は油圧のパーステってことですか。油圧ですね。で、今回ちょっとこれハンドル、はい、これ
ポルシェあるなんですけど、はい、タイヤがなくなってくるとハンドル制御するとちょっと癖がある動き方しますよ、はい、あ、そうなんですか、グギグギグギみたいな感じですか、あれしない、あんまりしない、制御制御したら、あんまり制御車に良くないんで、あ、はい、ちょっと今進んでますけど、よいしょ、で今回ちょっとエンジンルームの紹介がなかったんで、うん、飛ばしちゃいましたけど、はい、もうエンジンがもうこの車の味噌というか、そうですね、この年代の味噌といっても過言ではないわけですよね、はい、そのエンジンだからこの金額残ってるって言ってもしかしたら過言ではないかもしれないですね、でも多分そうですよね、うん、現行の718になると基本4気筒なんですよね、そうですね、でターボじゃターボになっちゃうので、はい、NA でやっぱりそのこのエンジンでこのボクスターっていうのはやっぱ人気が高いものになりますね、で特に GTS だと排気量が大きいのと、はい、あと馬力も330馬力くらい、はいはい、S からあれなんでしたっけ、 3.4 リッターなんでしたっけ、そうですね、はい、そうですよね、だやっぱり S 以上が、 S 以上というか S と GTS が人気な感じですか、そうですね、だから GTS、はい、僕初めて乗った時すっごい感動しましたね、何ですか、いやそれは今から体感していきます。こういう感じなんですね、なるほど、レーダーの音量を、はい、ちょっと下げましょう、レーダー意外に、あの乗り心地はいいです、乗り心地すごい良くないですか、いいです、うん、もっとなんかガッチガチのかなと思ったら、はいはいはい、全然、でもドイツ車全般全部言えることですけど、なんかカブリオレでもカブリオレの感じしないですね、はいはい、なんかギシギシミシミシ全然言わない、はい、こういう感じなんですよね、でなんかこのあれなんですよね、この方はあの惰性で走ってる時にギアがなんかこううまいことになってなんか燃費稼ぐ仕様になってるんですよね、あ、そうなんですか、らしいですよ、やっぱこのまずそのなんていうか スムーズなこのシフトチェンジっていうか、はい、すごいスムーズだなって思ったんですよ、もうちょっと乗っていいですか言うなと、言うなと、いや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 、はい、こう先入観が、さあ先入観がね、はい、じゃあじゃあもう、はい、そういうもんだと思って乗っちゃうんで、そうそうですね、はい、じゃあもうちょっと黙ってます、はい、でもいいっすよね、でも6気筒にこう特別感をやっぱり感じますよね、はい、音もだってめちゃめちゃ良かったじゃないですか、ね、びっくりしましたよ、僕今ノーマルですけどね、はい、後でまたスポーツクロノしてもらって、いやいやもうだってスポイキ開ける前から中でちょっとこの音聞いた時めちゃめちゃいい音しましたよ、あれでも2回分けたんですよあの音、はい、だ後半だからあれこれ純正って、はいはいはい、そのぐらいいい音してました、はい、最近の、はい、土に周りになって乗ってる車は走る楽しみの車多くないですか、いやいや楽しいっすよ、だから回るのめっちゃ楽しいっす、はい、もう強いて言えばちょっとコースがコースがごめんなさい、コースがもうちょっと楽しめるコースにしたいです、あ、はい、それはご購入いただいてから、そうですね、はい、いやめっちゃ音いいっすよ、あ確かに、ちょっとどっから説明しましょう、紹介しましょう、いやいやどこからでもどこからでもスムーズ、シフトめっちゃスムーズですね、でステアリングはもうちょっと僕ごめんなさい、あんまりポルシェ乗り比べたことがないんで何とも言えないですけど、割とちょっと重めです、はい、こうスピード出した時に安定するんだろうなって感じです、でペダル類はこう中でこうただ座ってただけより気にならないです、あんまり、実際ブレーキ踏んでみたりアクセル踏んでみたりするとそんなに、ちょっとカメラマンも言ってましたけど、そのブレーキがこう割と こっちに感じるのはちょっと確かにありますけど、うん、そんなに違和感はないです、うん、そうっすね、うわでもすげえなやっぱりポルシェ、足はちょっと固めですけど、そうっすね、そんなにこう動いてない感じじゃなくて、はい、ちゃんと動いててこうスポーティーな、はいはい、味付けって感じです、うん、そしてちゃんとこの路面にこうついてくる感じ、いやいいっすね、いいっすよ、これでもなんか値段下がらないの分かります、分かりますか、うん、
車めっちゃしっかりしてるし、ちょっとパドルもちょっと操作してみていいですか。え、すごくないですかこれシフト。すごいでしょ。ああ、びっくりした。え、これでもちょっと音とこのメーターの動きがなかったらシフトこ、あの動かしても分かんないですね。最高です。これでも今音ノーマルですよ。開けてないですもんね。開けてないです、はい、え、めっちゃ音いいな。なんか最近そのダウンサイジング進んでるじゃないですか、排気量も小さくなって、ターボもついて、でそれでもすごく車自体はよく作ってるから、こうパワーにこうなんていうんですか、物足りなさはもちろんみんな感じないんですけど、やっぱり音だけはもうどうにもなんないじゃないですか。音とこのフィーリング、うん、うわ、めっちゃいい音してる。これ自分に酔いながら走れますね。しかもなんか普通に91よりなんか感じますよ。何を？エンジンのなんかこの メカノイズというか、搭載位置がリアじゃなくてミッドだからですかね、はいはい、そうなんですかね。それは感じます、感じます、感じます。なんか排気音余計うるさい気がする。でも屋根今閉まってますけど、全然そのオープン感って感覚ないですよね。ないです、ないです。普通のクーペですねこれ、うん、え、すげえ。僕全然そんな前モデルとか乗ったことないんで何とも言えないですけど、外観的なものでいくと、なんかこの981ぐらいからなんかすごくかっこよくなってません、ね、スタイリッシュに。そうですね。いや僕もう分かんないですよ、個人的な見解ですけど、はい、これ完成形だなと思ったぐらいですよ、ね、本当に。なんとなく屋根開けましょうよ。開けましょう、そろそろ、はい、全然その初期型とかあの2代目を否定するわけじゃないんですけど、なんかここぐらいからなんか雰囲気ガラッと変えてきたなみたいな。なんか初期型2代目ってなんかちょっとやっぱり911の弟分的な、なんかそんな雰囲気ありません、はいはい、これはもう独自のやっぱボクスターっていう地位を確立して完成したっていう感じはします。僕的にもそれを感じます、すごく。内装もやっぱりあと赤ステッチですね、カーボンと。てか開けるとかっこいい。かっこいいですよね。ここ見えるし、そう、あとここが見えるし、はいはい、さっきちょっとその撮影の合間で言ってたんですけど、ちょっとなんか形こそ全然違うんですけど、はい、スパイダー感ありますよね。ちょっとここ塗ると、そうですよね、めっちゃかっこいい後ろ。これ持てますね。持てますね。はい、結構オープンカー乗ってますよね。ありがたいことに最近乗らせていただいてるんですよ。うわ、今日、ですね、結構寒いですね、はい、寒いですね、はい、ただシートヒーターついてるんで、はい、エアコン消しますか。でしょ、エアコンオフで。なんか不快な感じはちょっとまだ走ってないですけど、うん、ちょ、全部正直にレビューしていいですか、はい、風は僕ちょっとあの下調べでもちょっとだけ見ちゃったんですけど、はい、巻き込みはなんか先代、はい、だから現行の先々代かに比べるとちょっと増してるらしいんですよね、はいはい、確かにちょっと巻き込み感じます。 あと僕この髪型のせいもありますけど、こっから上すごく風を感じます。あ、ここの高さがねやっぱり低いんで、はい、まあ、僕の座高が高い説もありますけど、今シート一番低くしてこう低めに乗ってますけど、頭だいぶ風感じますねこれ。あ、なんかフロントガラスのなんか関係で寝てるからですかね。多分そうじゃないですか。なんですか、多分裏感スパイダーとかもそうなんですよ。あ、すごい寝てるんで、はい、ちょっとこうおまけで出ちゃってる感じが。もう言うならばちょっとミニ、前回乗ったミニぐらいちょっと風を感じますねこれ、はい、でも下の巻き込みどうですか。上はこう変わってるのは下の方に この辺だけっすね。ですよね、はい、流れの ここから先はあんまり感じないです。であの C クラスみたいな開けても全然快適な感じではないですね、
音めっちゃいい。うわめちゃめちゃいい音しますよ。うわなんすかこれ。楽しくないですか。最高です。マジですか。これ本当純正マフラーですか。純正ですよ。なんか中間とかも入れてないですか。入れてないです、入れてないです。めっちゃいい音してるじゃないですか。むしろこれ車検通るのにびっくりなんですけど。ちょっともうブレーキめっちゃ効くし、もうシフトが本当に恐ろしいほどスムーズっすね。スムーズですよね。ちょっとあの僕が感動した意味分かってます。いやいや、これはちょっと感動できますよ。うわめっちゃいい。ちょっと待ってください。ちょっとだけ運でいいですか。どうぞ。早い。ちょっと今床まで踏むのは躊躇しました。いやいや踏めないです。これ気持ちよく走れますね。これだけね、オープンカーでこれだけ走って非日常を感じられていいじゃないですか。これこれちょっと持ってたいっすですよね。だから名車ですよね。いやこれはちょっと値段下がらないの分かりました。これはみんな欲しい。そして持ってたい。だ距離だけね車乗ってなんぼなんですけど、伸びなければまるで値段はだいいんじゃないですか。週末気分転換に、これいいな。荷物詰めるし、まあ、ゴルフはちょっと厳しいかもしれないですけど、ドライブ普通に行けますよこれ、結構な荷物持って。でもやっぱり僕もオープンカーまあいろいろ乗らせてもらってるじゃないですか。私もやっぱり正直レビューの風、今日ちょっと寒いですね。そうですね、寒いです、はい、ちょっと上着必要な感じですね。エアコンつけましょう。でも風の流れでも全部考えてるでしょ。いやーそうですね。オープンカー快適オープンカーかっていうとそうではないですね。でも2シーターです。まあまあまあそうですね。でも快適オープンカーだって言い出したらキリがないじゃないですか。そうそうそう、ステアリングヒーターついてます、はいはいはい、エアスカーフついてます、はいはい、ここ風よけついてます、はいはいはい、とかってなっちゃうじゃないですか。だから快適であるとやっぱりそのベンツのオープンカーなんでそっち系になりますよね。まあこっち走りの車ですからね。そうですね、だって車もなんか半分ぐらいアルミ使ってるんですよね。そうですね、はい、47% ぐらいアルミ使ってものすごく軽く作ってあって、はい、いやちょっとこうスポーツプラスにするとここに表示されるんですね。ここに出るんですね、スポーツプラス。ああなるほど。これローンチもついてるんですか。ローンチついてる、はい、ローンチコントロールって書いてある。それもついてる。これじゃマジで走ろうと思ったら相当走れるやつ。いや走れますよ、走る。いやちょっとどうしても屋根開くとちょっとミーハー感出るじゃないですか、はいはい、全然そんなことないんですよ。いやいやいや、そこはプルチェですよ。そんな車作るはずないだろうっていう。音がいい。これマジちょっと自分に酔えます。うわー、これマフラー交換しなくていいっす。まあ、ね、僕らがそれ言っちゃダメかもしれないですけど、ちょっとこのまず交換するにしてもちょっと純正をこう十分楽しんでからです。楽しんでからね、はい、どうですか。いや欲しいっす。そろそろ買っちゃったら。いや本当にでもそろそろ車買わないとまずいんですよ、乗る車がないっす。でもちょっとこの値段残る車ってやっぱり、こう最初高くてもこう残るわけじゃないですか、はいはい、だからなんか中途半端なの買ってもう
下取りが二足三門っていうよりかは、はい、やっぱりちょっと頑張っても、はい、人気の車とか、はい、値段残る車買いたいですよね、はい、お願いします。社長に電話する買いますよいや買いたいです、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。マジいいっすねこれ。いやいいっすいいっす。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。はい、というわけで今回はこちらボクスターご紹介させていただいたんですけれども、お知らせを僕からいいですか、はい、どうぞ、はい、もう何回もちょっと告知させていただいてるんですけれども、はい、ボンドグループではただいま一緒に働ける仲間を募集してございます。詳しくはボンドホームページのリクルート欄をご覧ください。そして小島さんからも、はい、まあ、毎回ですけれども、毎回ですね、はい、毎回ですお知らせが、はい、ボンドカーズでは買い取りを募集しております、全国の皆様ですね、ホームページから入っていただいてお問い合わせフォームございますので、ぜひご利用いただければと思います、はい。で今回ご紹介させていただいたお車の詳細は動画の説明欄の方にリンクがありますので、ぜひそちらもご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。